大江戸線飯田橋駅。コンピュータプログラムで生成した形態を元にした緑色のフレームが天井を走る。青山製図専門学校新三茉た駅。渡辺誠は神奈川県横浜市出身の日本の建築家。日本建築学会賞作品賞、次亜新人賞など多数受賞。阿波高大学で講座教授も務めるアルゴリズムに精通し、 コンピュータプログラムによる形態発生を手法として本格的に取り入れた作品も設計している。設計者の要求する諸条件を満たす形態をコンピュータプログラムで発生させる過程を経るアルゴリズミックデザインという手法を取り入れた設計を行う。従来、製図の道具や人手による設計の補助としての構造計算やエネルギーシミュレーションという形でコンピュータは 建築設計を支えてきた。渡辺誠はその役割をより拡大し、人間の脳の拡張という位置づけで、コンピュータプログラムを設計に用いている。空間的制約、構造、日照、衣装的な特徴など、あらゆる条件を満たす形態を創造する行為の一部をコンピュータに行わせる。条件を与え、それを満たす形態を、ランダム要素も交えて、 複数生成する。そして、人間である設計者がその中からふさわしいと考えるものを選び取るという手法である。彼の提唱するアルゴリズミックデザインは誘導都市プロジェクトなどでの数々の試案を経て、新水生門、飯田橋駅などで実際の建築物となった。さらに、その意義と可能性を広く伝えるため、実際に設計に使ったソフトウェアを 自らのウェブサイトにて一般公開するなどの活動を行っている。ありがとうございます。